お忙しい中お入れいただきましてありがとうございました。まあ本音を言うと、もう少し知らない顔を見たかったというところもないわけじゃなかったんですが、でもまあ何人かはおいでいただいて本当にありがとうございました。世界哲学の日というのはユネスコが、まあ、定めて、そういう記念日だそうで、まあ、毎年11月の第3木曜日になっています。今年度はそれでいくと11月20日ということになるんですが、まあ、その日はちょうど教授会に当たっていますので、我々それを抜け出して世界哲学の日をできたら、まあ、そんなに幸せなことはないんですが、さすがにそういうわけにはいきませんので、ちょっと他の日を探って、いたところ、11月、まあ、今日4日がちょうどいいかなという形で、まあ、ここ数年この世界哲学の日というのをこう念頭に哲学関係のイベントを、まあ、何回か哲学思想文化学の方で行ってきました。まあ、講演会形式のものもあれば、それともちょっと違うようなものもありましたが、まあ、今回はあえてといいますか、助教や大学院生の方に、まあ、大幅にというか積極的に参加していただくことをお願いしまして、まあ少なくとも前半部分 の、 そのワークショップの方は、まあ、その若い方々の方で、ご発表いただくという、そういう形で、お願いできました。で、後半は記念講演ということで、こちらにいらっしゃる入江教授の方から、広角機動隊についてのお話をしていただくということになっております。まあ、こういう形式のものですので、まあ、会場の皆さんの方もまた、まあ、積極的にご参加いただければ、それに越したことはないと思いますので、よろしくお願いいたします。次の、最後のプログラムになります。最後のプログラムは入江先生に、記念講演をしていただきます。タイトルは広角機動隊の自我論になります。では先生、よろしくお願いします。ちょっと時間が押してまして、6時半終了の予定でしたけれども、一応7時までやらせていただいて、時間を取っていただいて、で、まあ、でも皆さんのご意見をぜひ聞きたいので、まあ10分、最後の10分、50分には終わろうと思います。ですから今から32分ぐらいですかね、話させていただきます。で、ただ僕はこれについて話すの初めてで、でちょっと資料を作るのに手間取ってギリギリできましたので、練習をしていません、練習をしてませんから、時間配分がちょっと失敗しそうな不安もあるんですが、まあ、なるべく、普通の授業の感じでやると1時間かかってしまうので、端折りながらやろうと思います。広角機動隊 の、 自我論ということでやらせていただきます。これが広角機動隊の、初版ですね。皆さん広角機動隊は後で紹介します。あ、これも端折ろうかな。星井守の、ゴースト・イン・ザ・シェルっていうアニメで非常に有名になったと思います。で、それで世界的に知られるようになったけども、広角機動隊のこれは英語版出てるかどうか分かりませんが、日本でしか多分読まれてなかったし、日本でもほとんど読まれて、ごく一部の人にしか多分知られてなかったので、アニメになる前はあんまり知られてないと思うんですね。で、私も今回この機会で購入しまして、四郎正宗っていう人のものです。これが1巻で、
そして 1.5 っていうのがありまして、これが2冊目で、もう1冊広角機動隊の2っていうのがあります。一応買ったんですが、そこまでちょっとフォローできませんでした。フォローできませんでしたが、2っていうのが重要だっていうことに準備してる中で気がつきました。ただ2はアニメになってませんし、ほとんど議論というか、多分知ってる人は少ない、つまりこの漫画そのものを読んでる人は少ないから、多分2っていうものを知ってる人は多分少ないって言っても、大衆レベルでですけども、だから一部のファンの人はもちろんご存知だと思いますけど、で、まあ、2についてまで言えないのが残念ですが、まあ、2もあるということです。で、これがもうこの紹介になります。知ってる人は知ってるし、知らない人は聞いても面白くない。これはオープニングのところですね。これが要するに、電脳化の意味は後で言いますが、電脳化した社会でのネットワーキング、ネットワークっていうのを、まあ、イメージで表現しているものです。で、ネットワークっていうのがこの作品の主題になるし、私の今日の発表の主題にもなります。で、これタイトルですね。で、作品の紹介ですけど、ウィキペディアのところからコピペしてきました。ですね、これがロゴらしいですけども、で、あ、ごめんなさい。原作は1989年に出ていて、そして単行本になるのが1901年、で、1.5 が3年、そして2っていうのが1年に出てるんですね。1.5 よりも、先に出てます。2っていうのが出てます。からバイリンガル版っていうのは、これは手に入れてませんが、多分英語版だろうと思います。そしてその他にコミックの、この人、四郎正宗っていう人が書いたんじゃないけども、コミック版っていうのが別のストーリーで出ています。スタンダードコンプレックスというシリーズが5冊。5冊ですね。で、アニメがあって、吉井さんのものが2つかな。神山さん、それから今、もう出てるのかもしれません。広角機動隊アライズっていうのが、ちょっと第3の監督によって行われていて、そして2015年、来年ですか、広角機動隊、また新しく映画になるという、そういう予告をネットで見つけました。それからアニメも出ていますし、アニメはネットでかなり見ることができると思います。それから小説は見てないけど、あるそうです。それからゲームもあるし、ソーシャルゲームもあると、こういうようなことですね。でも、まあ、全ては、その漫画、これから始まって、少しずつバージョンは違いますけども、まあ、これから始まっているので、まずこれで、主に、今回の発表をやります。やっぱり映像より書かれたものの方が今扱いやすいということもあります。で、広角機動隊の世界っていうのはです、世界観っていうんですが、一応テーマは、大塚英二によると、そのアニメに限らないんですけども、物語っていうのは世界観。世界観と、その世界の上で行われるストーリーと、それからそのストーリーを担っているキャラクター、人物ですね。キャラクターという3つの要素ができていて、キャラクターを作り、それからストーリーを作り、まあ、順序は先に世界を設定するのかな。そういうふうな3つの要素ができているっていうふうに言われるんですが、今日扱うのっていうか、私の関心があるのは世界観だけです。ストーリーとかキャラクターについては論じません。で、その世界観というのは何かというと、まあ、大雑把に言ってきますと、舞台は2029年なんですね。2030年が舞台です。で、物語は1991年ぐらいから、1988年からパラレルワールドというか、現実の世界と違う歴史がスタートしてまして、そのパラレルワールドの中で、第三次世界大戦、核戦争が起こり、それから、どこですか、
1999年には第4次世界大戦が起こり、そしてなんか東京じゃなくてこの舞台も新居浜っていう、四国の新居浜しか僕知らないんですけど、新居浜っていうところがなんかその日本の首都みたいになってるんですけども、そういうところで、で、重要なのは、これですね、2015年記憶の機構が解明され、記憶を記録情報とする技術を手に入れるというですね。そういう技術ができて、記憶とかそれから視覚の情報とかをがネットにデジタル情報になるわけですね。でそれをそれにアクセスすることができるし、それをハッキングしたり転送したり改変したりっていうようなことができるようになるという。で、この記憶のあれと電脳化というのは直接にはつながらないけれども、まあ、単に電脳化で、だけじゃなくて記憶とかその他をコントロールできるようになるわけです。で基本的にはこの漫画の中でよく出てくる単語で、基本的な技術としては電脳化っていうのがあります。これだけは知っておいてもらわないと何のことか分からないので、これもウィキペディアの中の説明なんですが、脳の中にマイクロマシーンなどを埋め込んで、人間の脳とコンピューターを直接に、声とかキーボードとかじゃなくて直接にこうつながるようにするんですね。で 脳そのものがコンピューターとつながるという、したがって脳そのものは例えば外部記憶のような形で、ネットでつながって自分の記憶を他のところに蓄えておくこともできるし、それから、他のところにある百科事典の知識とか図書館の情報とかを脳が直接読み込むこともできるし、それから直接に口を動かさずに会話するようなシーンが頻繁に出てくるんですけども、脳同士で直接に会話、他の人と電脳化して他の人と会話することができるという、そういう世界です。ですから、勝手に、まあ、普通の会話、メールのやり取りは自分が許可したものしか情報のやり取りできませんけれども、ハッキングされて情報を勝手に取られたりすることがあるように、脳の中での記憶とか知覚とかも勝手に他の人によって削られたり付け加えられたりするわけですね。そういうことが可能になっている、技術的に可能になっているという世界です。もう一つは擬態化という技術で、これは身体そのものがですね、まあ、義手義足人工臓器のようなものに変えるという、まあ、サイボーグと言ってもいいと思うんですけども、そういう技術が進んでいて、一般の人はしていないというか、だけど、まあ、ここに出てくる登場人物たちは警察官で、公安警察の人たちで、戦闘員戦闘もしますので、当然擬態化しているという、ほとんどの人は擬態化しているという、そういう設定です。だから、まあ、身体的にすごいのになっているんですね。それともう一つよく出てくるのが、ゴーストっていう、ゴーストっていうのは 何かよく分かりません。一応、この浅見勝彦さんっていう人、SF で事故を読むっていう人が、その高架機動隊とスカイクローラーとイノセンスっていう、石井さんの3つの作品を取り上げて評論、そこで出てくる時間とか事故論をやってるんですけども、高架機動隊のショーでやるのはひたすらゴースト、そこで出てくるゴーストっていうのはどういう意味かっていうことの分析です。でゴーストは、我々の意識っていうか魂みたいなものです。一言で言ってしまうと、ただ そこには、3つの意味があるんじゃないかみたいなことを浅見さんは言って、しかもその3つの意味が非常に曖昧なままで使われていて、でもその曖昧さそのものがこの作品の、魅力になっているっていう、あるいは重要性になっているっていうようなことを言っています。でとりあえず僕今からあとゴーストって言ったりしますけど、それは私たち の, 精神活動全体と思ってください。まあ意識って言ってもいいですね、あるいは自己意識と言ってもいいかもしれません。
そういうものを指しています。ただこのシローさんはそのゴーストっていうのは神羅万象全てのものにゴーストがあるっていうふうになんか考えるのでちょっとアニミスティックなんですけども、そういう意味で使われることもあるんですが、まあ以下ではそうじゃなくて私たちの意識活動思考ですね。ただし、人工知能のロボットも出てるんですけど、人工知能はこの世界ではゴーストを持たないって言われてるので、記憶とか感覚があってもそれだけじゃなくて人間にはそういう記憶とか感覚とか思考だけじゃなくて人間を人間たらしめる特殊な精神的な機能ですね、働きがあって、それをゴーストっていう場合があります。でさらに言うと、草薙素子っていう主人公がいるんですけど、草薙素子のが人間として持ってるそういう頭角みたいなんですけど、そういうものじゃなくて彼女だけが持ってるような個体性っていうか、そういうものをゴーストっていう場合もあります。コーギアってありますかね、永井さんの言う私かもしれません。そういうものをゴーストっていう場合もあるんですが、まあそういうふうに3つぐらいに分けられるんですが、まあ雑白に、ね、精神と考えてくださって、でまあそれがこの中では非常に重要な概念になっているということですね。それからもう一つは、直前に気がついたんですが、スタンドアラウンコンプレックスっていうのがありまして、先ほどコミックで5冊ほど出ているって言いましたけれども、スタンドアラウンコンプレックスという題 の, シリーズっていうか副題がついたものもあります。どういう意味かって言いますと、ここのところ重要だと思うので、読みますね。笑い男事件における一連の社会現象に対して草薙素子が名付けた造語で、作中における伝道技術という新たな情報ネットワークにより、独立した個人が結果的に集団的相違に基づく行動を見せる社会現象を言う。スタンドアローンなんだけど、コンプレックスっていうか、なんですね、集団的な行動をする。でこれは個人が伝道化してネットを通じ不特定多数と情報を共有することによって無意識化で意識が並列化されながら緩やかな全体の相違を形成し、またその全体の相違が個人を規定するために発生するという高度ネットワーク社会が舞台であるがゆえに起こる現象である。つまり、ネットで何て言うかな、普段にこう情報のやり取りをしているから、それが元になって、無意識的に何かそういう集団的なまとまりができるっていうことですかね。それをスタンダードコンプレックスというふうに、言っているということです。そしてゴーストハックっていう、これも技術的ですが、他のパソコンをハッキングするのと同じように、他の人の脳にそれも電気的につながってますから、ハッキングできるというそういう技術がある。ただしこれはですね、一応違法というか、もちろん違法というか、終身刑級の極刑が課せられたんですけども、ゴーストハックは重大な犯罪というふうに考えられています。でそれがこの世界のなんか世界観ですね、基本的な世界についての情報です。で、ファンの方はもうご存知の通りです。で、それでその世界観を一言で表すのがこの3、この漫画の最初に出てくるセリフなんですけども、企業のネットが星を覆い、電子や光が駆け巡っても国家や民族が消えてなくなるほど情報化されていない近未来、アジアの一角に横たわる奇妙な企業集団国、日本という。それがまあこの舞台ですっていうので書いてあるんですね。で、国家や民族は消えてなくなるほど情報化されていない近未来というふうに書かれているので、逆に言うと言いましょうか、高架機動隊の世界では多くの人々が電脳化を受け入れ、ネットワークの情報を高度に、
高速で直接入手できるようになって、ただし市場のシーン、一番のシーンとかあるんですけども、そこを見ると非常に格差の大きな社会で、貧困層の人々は電脳化していないように思われます。でしかし、まだ国家や民族は消えてなくなることで情報化されてはいない。で、情報がもっと進み、自動通訳によって言葉の違いを意識しないでコミュニケーションできるようになれば、僕は主にまず言葉の壁が越えられますから、民族というものが消えるだろう、あるいは重要性を失うだろうと思いますし、それからリモートロボットというのもあるんですが、リモートロボットによって働くことが可能になれば、私がここにいて、中国で肉体労働するとか中国で事務労働するということが可能になりますから、そうするとリモートロボットによって働くことが可能になれば、労働者の国境を越えた移動は実質的自由になり、国境はなくなるだろうと思います。現在は物と資本と情報は国境を越えて自由に移動する、まあ、完全に自由じゃないけどほぼ自由に移動するんですが、人って労働者だけはまだ自由に移動できないんですね。労働者が自由に国境を越えられるようになったとき、おそらく国家っていう、国境はなくなる、国家っていうのは、まあ、なくなるんじゃないかな。でもそこまではまだ行っていないという、そういう段階です。もう一つ、こっち の社会哲学みたいなことは今日はやりません。もう一つのスタンダードコンプレックスの冒頭で、映画の冒頭で出てくる世界観ですね。あらゆるネットが眼根を巡らせ、光や電子となった意志をある一方向に向かわせたとしても、個人というのはこれは一人一人の人間の方なんですけど、個人が複合体としての子になることには情報化されていない時代、つまり全体として集合的な主体というものが立ち上がることは情報化されていない時代だというふうに言われています。でそれって結局その先いずれそういう複合としての子ができる、できると想定しているようにもあるんですが、この世界では電脳化とネットワークによって個人の自立性は揺らいでいるが、しかしまだ個人の自立が尊重されており、基本的人権も認められており、他人の電脳に勝手に侵入することは電脳倫理侵害として法律的に禁止されている。数字が出てくるんですが、それ基本的にこの、漫画の1巻目の提出です。しかし電脳ネットワークへの依存が強まっていくとき、個々人の自立性は相対的なものになり、ネットワーク全体が一つのあるいは複数の複合体としての子になると予想されている。で、これについてはちょっとペンディングで、現在のところ私たちがこれについて何かを予測することは難しいように思われます。この先どんどん、ネットワークが進んでいく、実質ここで描かれているような世界が実現したとしても、本当に複合体が子になるだろうかというと、私たちが自立性を失うことは間違いないと思うんですが、実は全体がなんか子になるか、あるいは平均のような主体になるかというと、それはちょっと分からないですね。で、あと消えてますが、その一部を、まあ、ネットワーク他によって何が起こるのか分からないから、これがいずれそうなるっていうのが正しくかどうか分からないんですが、そこのところにちょっと興味を出して、それを考えるにはまずこの世界で電脳化によって何が生じているのかということを、はっきりさせる必要があるということで、それを考えたいと思います。大きなプログラムだけ言いますと、あとで最後に言いますが、戦後日本の自我論の系譜の中にこの漫画を位置づけようと思っているんですが、もう一つはもっと先の話ですが、心の哲学で、脳は私たちの心は脳に還元されるかどうかということが問題になっており、還元されるあるいは心の消去主義の方が優勢で、そしてもう それを前提した上で、全体した上で、じゃあ法律をどう考えればよいのかとか、道徳をどう考えればよいのかっていう議論がもう始まっています。そういうプロジェクトがネットの中でドイツとかいくつか見えてられる、そういう研究もすでに始めているんですね、法学者とかで。おそらくそれはしかしまだ個人、近代的な個人っていうものが物理的な存在になったとしても、個人っていうのがあるっていうのを想定しています。だけど
個人っていうものがこのまま近代的な個人がこのまま持続するだろうかっていうとそうは思えない。そうすると、物理主義が正しい時に法律や、まあ、人権とか道徳とかをどう考えるかっていうあるいはそういった主体をどう考えるかっていうことの問題もあるけれどももう一つ僕たちが考えないといけないのは電脳化が進んでいくかネットワーキングが進んでいくときに子っていうのが主体じゃなくなるっていう可能性があってその時にじゃあ法律とか道徳的な奇跡とかをどう考えるのかっていうふうに合わせて心の哲学だけじゃなくてネットワーク化による個人の変容っていうのを合わせて考えないといけないだろうっていうかその必要がこれから出てくるだろうと思う。でそういうそれは広角機動隊論というよりはこの先の社会論の実践哲学という話です。で目標はそうなんですがとりあえずはこの分析ですね。電脳化されたネットワーク環境下で直接に他の電脳化された脳や外部データがアクセスできる脳は逆に外部からの侵入と操作の危険にさらされることになる。外部から脳の働きがコントロールされ記憶が書き換えられることも容易に起こる。このような電脳化されたネットワーク環境下で自己の境界が曖昧になるということがこの世界の基本設定であってで基本問題でここに出てくる登場人物が基本的にそのことを不安に思っているんですね。そういう世界です。でそこで出てくる問題についていくつかの問いを、考えました。でどうしようかなあと10分しかないんですが、どっち事例っていうのをプリトホーニャが書きましたけどもそれを、それもちょっと出しまして、一つは人工知能はこいつですね。人工知能はゴーストを持てるのかって言い換えると人間の脳と人工知能に原理的な区別があるのかということです。これはまあ、ないと言いたい。このないだろうと僕は思うんですけど四郎さんの本が魅力的なのはそういうところをないと言い切らないってい いうところですね。つまりいろんなことをこうすっきりと決めていってしまえば非常に単純なというか SF になるんですが その曖昧なまま残していってるっていうところがなんていうかな私たちの気分がにフィットするっていうところだと思うんですがだけど、まあ、そこに書きましたように多分ないだろうと思います。から問いに、人工知能プログラムが我を思うゆえに我ありと言ったときにそれはどこにあるんだろうかということです。それは、ですね、この8コマっていう人工知能のロボットが出てくるんですけどでおしゃべりしてるシーンがテレビのシリーズの中になってで、他の立ちこまの頭ってどっか合わせてる頭のところを開けるとそこが空っぽなんですよ。で立ちこまはびっくりしてあれって脳がない人でそれでその脳は実は静止衛星ですね静止衛星の中のコンピューターにつながってるっていうことに気がつくんですけども彼らの脳は静止衛星にあるでも立ちこもはずっと自分の機械の頭部にあると思ってたんですけどそうじゃないことをある時発見するんですね。それと同じようなことですね。例えばこれです、ね、私たちはどうして頭で考えると思うのかっていうと、普通は身体が私の身体は会議室の中にあってそれはこう見れば分かるそして、見ているんですが 目と頭は私の目と頭は私の身体にくっついているだから目と頭も鍵室の中にあるで私は頭の中で考えているだから私は今鍵室の中にいるというふうに考えるんですが問題はこれですね。私は頭の中で考えている それってどうして言えるのっていう、ハートで感じているとか古代ギリシャ人のように肝臓で考えているっていう可能性だってあるんですが
僕たちが頭で考えていると考えるのは、頭が物理的に損傷を受けた時にうまく考えられないという事例を知ってるから頭で考えてるんだろうと思う。だけど、そのことは考えるのに頭が不可欠だっていうことの、証拠にはなっても、頭だけで考えられているっていう証拠にはならないんですね。もちろん何か漫画なんかには肉体も一緒になって考えてるみたいな話はありますけども、その可能性ももちろんあるし、もっと他の可能性もあるわけです。つまり頭の中だけで僕たちがいるとは限らないで、いう話と、それは時間ないから後で言いますけど、後の話を言いすると、実はミラーニューロンっていうのが発見されていまして、僕たちは今ここにいますけども、あくびをしたらあくびが映ったりするんですよ。でお猿にも映るし、実は犬のあくびも主人に映ったり、主人のあくびが犬に映ったりするんですけども、僕たちはミラーニューロンっていうのを抱えあって、で脳細胞の 10% ぐらいミラーニューロンに関わってると言われてるんですけども、あることを他の人がするとそれを、推理とか知覚とかを、まあ、知覚はしてるんでしょうが、それを通さずに、感じるっていうわけです。僕が話してると顎の筋肉動きますよね。そうすると皆さんの顎の筋肉を司る運動や神経も同じように反応してるんです。私の顎の運動やと同じように。だけどそういうことが実験で確かめられて、たまたまそれ見つかったんですけども、それって、すごいこと。つまりそういうミラーニューロンでつながってるからこそ、何かを共有できてるわけです。共有できてるわけで、そういった共有の上に立っておそらく言語っていうものが可能になってる。これまた論争中ですけど、おそらくそうだと思います。で、例えば自閉症児だとミラーニューロンの機能不全みたいな形で説明されたりもするわけですね。でということはどういうことかっていう と、もちろん個室でいたって私は考えることができるから、ミラーニューロンなしだって考えることはできると思います。だけど今ここにいるとき、私の思考には何が関わってるかというと、私の頭の中だけの、プロセスだけじゃなくて、皆さんのミラーニューロン、お互いミラーニューロン同士で作業し合っていて、それが今の私の思考を形成しているし、皆さんの思考を形成しているわけですね。で、だから、もう一度言いますが、なくても思考はできますけども、じゃあ今の思考はどうか、ここにいる人の今の思考はどうかっていうと、ミラーニューロンでつながっているわけです。で、そのミラーニューロンのことは、まあ、実験、今なんか心理学でものすごく流行ってるんですけども、これからのことだと思います。で、立ちこまが自分がどこで考えてるのか分からないように、我々も本当はどこで考えてるのか分からないですね。ネットで誰かとチャットしてるときに私の意識がどこにあるのか本当はよく分からない。ましてや直接にですね、電脳化されて直接に考えているとき、私の思考は実はネットワークの海の中に一部分ある。でしかもそれはどっかにあるっていうんじゃなくて、ネットワークの中に分散してあるわけでしょ。インターネットでメールを送ったときはメールが分散してあるように、つまり僕の思考がネットとつながる、もしつながればですが、つながっているときに私の思考はネットの海の中にあるわけです。ネットの中のここにあるとかってなかなか言えない。そういう状況になっていると思います。あと2分、で、どうしよう。問さんは、人工知能の身体、問さんで言いなかったのはですね、立ちこま の知能が全て衛星静止衛星のコンピューターの中にあるとしたら、それは一具体のコンピューターが複数の身体を持っているのか、それとも複数のプログラムが一台のコンピューターの中で動いているのかっていうような
ことが問題になるだろうというようなことを書きまして、最初の世界観に出てくるいずれその複合体としての公になるのかどうかっていうことですね。それが問題になるだろうというふうに書きました。それから問い4は、この第1巻のいわばテーマなんですが、草薙素子っていう人が人形使いっていう、これ人工知能プログラム、外務省が開発してた 人工知能プログラムがゴーストを持つようになって、自分は生命体だと主張し政治的な亡命を要請するみたいなことが言い始めるんですが、その人形使いというプログラムが自分のプログラムとしてのなんていうかな、保存するために、多様性を持たないといけないということで、草薙素子と融合する。融合っていうのは一体どういうことっていうのがちょっと分からないんですが、とにかく融合するんですね。融合するっていうのは一方が一方のゴーストをコントロールしてしまったら、それも融合じゃないので、どういう形で融合が考えられるのかっていうこと自体は、私は今説明できませんが、融合するんですね。で、融合した後どうなるかっていうと、草薙素子は、それでもう、シーン、この漫画終わるので、草薙素子は公安休暇を離れていくっていう話で、ちらっとしかまだ読んでないんですが、攻殻機動隊の 2では融合した後の草薙素子が出てきて、その草薙素子はすでに4回融合を繰り返した後の草薙素子で、同位体を複数の同位体を持ってるみたいなことを言われて、なんていうか、もうそうなるともう想像の世界でついていけないんですけども、ついていけないっていうのは、前言葉なんですけれども、でも四郎さんは その融合した後、融合がどうしてたのかっていう問題もあるし、融合した後どうなるかっていうことを一応想像して、想像しようとしてるんですね。で、問い5、問い5っていうのは、じゃあ人間の脳は、その時どうなるかということを考えたいんですけども、人間の脳はがんとどう関係しているかというと、4つの層に分けました。9ページの層1、これを物理的なシステムとして自己保存するために、生活平衡を保つために、入出力をやっているという話ですね。それから層の2は、これはミラーニューロンで結合している。コミュニケーションしているっていうこと。ただ相馬さんは言語による、書き言葉、話し言葉ですね、言語によるコミュニケーションを行っているということ。それから相馬4がこの時代に可能になったとされる、電脳化によって外部データに直接アクセスするっていうこと。で、そうするとハッキングされるって話があって、じゃあ知覚や記憶のハッキングはどう考えられるのかって言って、サールの思考性理論を使って、一応2種類、知覚のハッキングって2種類あるんじゃないかと考えまして、で、ピッタシのシーンがあったのです。攻殻機動隊 1.5 からちょっと引用して説明しました。で、2種類の仕方であるんですが、それは時間がかかるんです。で、最後に、時間ない。攻殻機動隊はの議論を戦後日本自我論の中で位置づけるとどうなるかというと、これはもちろん近未来 の話ですけれども、しかしこの話が1990年代に受けたっていうこと、それはやっぱり我々のっていうかな、現代の我々 の自我論と共鳴するというか、なんかしそれを刺激し十分に刺激したということだと思うんですね。で、僕は戦後の思想って1990年、冷戦の終わり、それからバブルの崩壊の後、全部変わってきてると思うんですが、自我論に関して言うと、1990年代から物の対象論的な社会構成っていうのが自我論と、もう一つは多元化ですね。社会が多元化する。そうするとそれに応じて自我が多元化するっていう、多元化する自我論っていうのが出てきています。で、その多元化する自我論の一つに、
平野慶一郎さんが言うような文人主義です。結局我々はネットとか教室とか職場とか家庭とかさまざまな場面でさまざまな空気を読みながら付き合う。その時それぞれはその中でその関係性の中で成立する。そのキャラクターの関係の中で成立する。でもトータルはどうかっていうと本当の自分は どこにあるのかみたいな話になるけど、本当の自分は一つじゃなくてその個々の文人が本当の自分だったっていう主張です、平野さんが言うのは。で、だからトータルっていうかそういった文人を統合するような近代的な個人みたいなものをもはや持たない。むしろそれを放棄することの中に何か可能性を見ようとしている。でそのことって、文人っていうふうに分かれていくこととこういうふうに拡張していくことと一見違うように見えるんだけど、非常に似ていると思います。融合人形使いと融合した後の子っていうのは複数の身体を持ちうるわけで、そうすると複数の身体ってさまざまななんか統一した計画で何かを実現してもいいけど、それぞれの身体の、草薙素子がそれぞれ勝手に行動してもいいわけです。ただそれは一つの融合体は他の草薙素子が何をしているかを知っているという関係にあるはずで、それまさに文人ですよ、ね、平野さんが言う文人の関係がそこに非常に似た形で実現されているので、文人主義っていうのもこのネットワーク化による自己の分散っていうのも気分は同じっていう感じがしますし、文人主義に惹かれた人たちは同じようにこの広角機動隊の中の自我のありよう、自我の不安っていうのにリアリティを感じるっていうことがあるんだろうと思います。ご分析しました。ありがとうございます。ありがとうございました。